ちなみになんですけど、今まで影響を受けた人とか、うん、本人というか影響を受けた言葉とか、うん、なんかそういうのありますか？向川さんどうですか？影響を受けた、野球をやっててですか？まあ野球をやっててもいいですし、なんか人生においてとか、まあ恩人とか、うん、言葉、出来事、出来事、恩人で言うとやっぱりこう本当ありきたりなんですけど、やっぱ家族っていうのが一番大きくて、うん、っていうのが、はい、結構こう女子野球ってまだまだこうなんだろう、マイナーな競技で、はい、やってる人も少ないし知ってる人も少ないっていうので、どうしてもこうどっか遠征だったら遠くに行ってやんなきゃいけないしっていうので、やっぱこう家族の支えがないとなかなかこうできる競技じゃないと言ったらあれなんですけど、高校もやっぱ地元の近くにもなくて、やっぱ家を出て寮に入ってみんなやるっていう感じで、サポートがないとここまでできなかったなっていうのがすごいあるんで、今でもやっぱり家族があってやっぱ女子野球続けてこれたっていうのが一番ありますね。家族の理解があったからこそ今があるってことですね。いや本当に、はい、それはね、やっぱやりたくてもできない人たちっていますからね、うん、本当にそう。佐藤さんいかがですか？私はその家族の話で言うと、進路を決めるときに中学校がこう高校に上がるときに野球をやるのか、私が高校に上がるときって当時はその高校までしか野球する場所がなかったので、そんな中で野球を続けるのか、それともそのオリンピックとか実業団があるソフトをやるのかみたいな選択を迫られたときに、親に負担もかけちゃうっていうのがあって、それだったらもうソフトを頑張ってみるっていう話をした時に、それでもいいのみたいな、母がやらないで後悔する方が一番辛いから、それだったらできるところまでやった方がいいんじゃないって言ってくれて、背中を押してくれて、高校進学してやってたらこの大学にできて、でジャパンに入るきっかけがあってプロができてとか、そういう風にたまたまなってったので、そこは一番その野球を続けるっていう面ではすごい大きかったですし、あとさっきも話に出たんですけど、野球選手でいうと田中将大選手が投手として憧れというか尊敬をしている選手でもあったんですけど、プロを退団した年かな、その次のオフシーズンの時に知り合いを通して声をかけてくださって、はい、女子プロ野球の大量退団というか、うん、そういうのをニュースでなんか見てたらしくて、うん、きっかけになればということで自主トレに呼んでくださったんですよ。でそこでいろいろ実際にこう会って、なんかなかなか恐れ多くてあんまり聞けなかったんですけどやっぱ一緒に練習したりとか、なんかそういうなんですかね、野球に向かう姿勢だったりとか、あとそうやって行動を起こしてくださったこととかがすごい大きくて、なんかそういうことをなんかこう今後女子野球とかになんか還元できたらなみたいな、あとはそんな間近でそのピッチングしてる姿とかをなかなか見れないの でその時に一緒に参加してた選手も則本選手だったり松井裕樹選手、あと唐島選手とか、はい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 、もう一流でやってる人たちが普通にキャッチボールをしてくれたりとかピッチングしてっていう風にっていうのがあったので、本物を見るじゃないけどみたいなのがなかなかそういうことがあって、でライオンズレディースに入ってっていうタイミングなので、なんかやっぱ今後に生かせたらなみたいなのは強く思ってます ね。こんないい話なんて言えないですね、はい、聞いたり、する話よりも自分で感じることっていうのがやっぱりすごく大きいですよね。どん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 還元していってもらって、どん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 野球盛り上げていってほしいですよね、女子野球。でも絶対ね、女子野球の中でもね、まあ、六角さんとか佐藤さんみたいな2人の選手を憧れてる選手たちも多分いると思うんで、そういう人たち、逆にそういう人たちもいると思うから、うんね、なんかこうもっともっとこう盛り上げたいってことですよね。なんかね、はい、すっげえ簡単にまとめてしまった逆にやったんやけど剛は誰かいたりするの、影響を受けた人とか、まあ、出来事だったり影響を受けた言葉とかってあるの？めっちゃいますもん、僕本当に一人それはみんなおるって考えたらめちゃくちゃすごい人数の方々に支えられて関わって今があるんだよっていう中の一つチョイスするとしたらっていうことやんけ。何やろうね、まあもちろんプロに入るまではそれはもうね、うん、六角さんと同じように家族なんですけど、うん、まあやっぱプロに入って僕最初本当やっぱ全然レベルについていけなくて、これやばいなと思ったんですよ。もう青木宣親選手、うんに僕はまあちょっとこう思い切って自主トレお願いしますと言ったら、もう
おいいよって心よく。それは高卒何年目の時？3年目ですね。農会あるじゃないですか、うん、選手会農会が、うん、あの時にちょっとこう本当喋ったことなかったんですよ、うん、僕も2年間プロに入って、うん、でも同じ左バッターで、うん、外野手で、うん、ってなったらやっぱ青木さんだったんで、うん、ダメ元でお願いしますって言ったら、お酒の力を借りね、お酒の力を借り、はい、そしたらもうおいいよってことで、でたまたまその時も青木さんはなんか一人でやる予定だったんですね。へー、はい、でもなんか誰か相手いないかななんて思ってた時に僕がたまたま声かけたらしくて、うんうん、でそこから、僕が引退するまで、まあ、約10年ぐらいですけど、ね、毎年自主トレを一緒にやらせてもらって、でその時に僕3年目のオフに、今まで1年目2年目のオフとほとんど練習してなかったんですよ、うん、何したらいいか分かんなかったんですよ僕は。あ、オフの間練習したくなかったんじゃなくて何をしていいか、何をしていいのか分かんなかったんですよ、うん、で若いからやっぱキャンプ行ってもまださっと動けるんですよ、うん、でもその3年目のオフに青木さんと自主トレした時にもうヘトヘトになるぐらい練習させられて、うん、こんなやるのっていうぐらい やるんですね。だからその時に、あ、オフって休む時じゃねえんだって、うん、逆にレベルアップしなきゃいけねえんだって思って、うん、こんだけやるんだったらやらなきゃいけねえなと思って、うん、僕もそっから与えられた練習だけじゃなくて、それ以外の練習をめちゃくちゃするようになって、それがきっかけですかね、一軍でこう試合に出れるようになったのが、うん、やっぱそこで僕は青木さんにあの時声をかけてなかったら14年やってたかどうかも分かんないですし、今でもねすごいこう心配してくれるし、僕が今回こう戦力外になった時とかも、うん、あの一番僕のことを心配してくれてたのが青木さんだったんで、恩人ですよね、言ったら。僕のプロでやってきた中では一番。青木さんがメジャー行った時も僕彼女かっていうぐらい電話来てましたからね僕にすごい本当可愛がってもらいました僕は。青木さんには入団した時のも青木さん200本安打打ってるし、200本安打打った次の年ですか ね、はい、やっぱもう一気に青木さんもこう大卒2年目3年目ぐらいからブワーって一気にガーって上ってる時やんね。もうね、いやもう本当にいい出会い、いい先輩、むちゃくちゃもうあれっすよ、うん、もう6自分がヒットを打つために、試合に出るために、うん、欲っていうのが人とは違います。もうどう違うどう違う、そのモチベーションってやっぱ落ちるとき来るじゃないですか、やる気が出ないときとか。例えば、うん、もう試合10対0で負けてますと、うん、9回10対0で負けてます、うん、最後4打席目、うん、なんかもう負けてるしちょっともうちょっとこうなあなあになっちゃうとこあるじゃないですか。で これがね、ちょっと待って、これはちょっと僕言わせてもらいたいんですけど、これ内野手の感覚っておそらくないね。どうですか六角さん。ないですね。じゃあバッターですよ、バッターですよ。そうそう、これって内野手の感覚ってこれ申し訳なくてない、ね、俺もないねん、はい、内野手の感覚ってあるのかな。あのポジションの関係で緊張感ってところなんですよ。別にその外野手をとかっていう話ではなく、内野って常にもう、うん、ワンジャックルが全ての命というのになって、何点差離れようとそもそも自分の成績に関わることやから、内野手って結構集中してるのかなって。あ、打席ですよ、打席。だからその続くねん多分。あ、そのまま、うん、そう。あ、いやなんか結構こう9回のそういう時って結構淡泊な攻撃になることが多いじゃないですか、プロ野球とかでも。だからそのヒット1本打つためにめちゃくちゃこう神経を研ぎ澄ましてやってるっていうか、もう絶対おごりはないっていうような感じですね。飢えてるのね、ヒット1本。そうですね。もうあと体に対してのメンテナンスが人のもう3倍4倍やってますね。めちゃくちゃ治療するし、一回なんかもう肉離れ寸前かっていうぐらいの時とかも、20本ぐらい針刺してたんですよ、ずっとケツにグーって。針治療、ね、そんな刺すのっていうぐらいトレーナーさんにお願いをして。そうそう、自分でじゃないですだから今もうこうやってバーンって言うのがおかしい人みたいな。トレーナーに刺してもらったんですよ。怪我を絶対したらダメだっていう、どんないい選手でもやっぱ怪我したら意味ないっていうところで、体に対してのケアの仕方っていうのは僕は今まで見てきた中でやっぱ一番すごいですかね。いい出会いやったね、強いしね。これが一番大きいですかね。逆に今並さんいるんですか。逆いなさそう。ちょ待ってちょ待っていなさそう。いや僕は本当にね、メンタルとか色気持ちとか、まあ、体も正直そのプロ野球選手として本当に100人中100番目ぐらい僕怪我に弱い選手だったりって自分でも思うんですよ。まあよく怪我してたし、そんな時でもやっぱり支えていただいたというか、
やっぱりファンの方々ですかね。めっちゃカメラ見る。今のはファンの人は、あ、嘘だなって分かります。めちゃくちゃ本音やん。あえてもう一つ出すと、僕は中学校の時の監督さんですかね。だから小学校の時にソフトボールを始めて、でその後中学校の時にソフトボールから硬式野球ボーイズリーグに入ったんですけど、その時の監督さんが僕はやっぱ恩人とか恩師というかなるのかな。だからそもそもソフトボール地元でやってるチームからシニアリーグ、シニアっていうその違うチームに行くことがもう当たり前だったんですね。で当時ボーイズリーグっていうのは僕らも知らなくて、だたまたまそこのその監督さんが作ったボーイズリーグをたまたま僕知ったんですよ。でそこの監督さんが社会人時代結構有名な方だったみたい でうちのそのおじいちゃんが野球好きで、お前この人が監督やってるところで野球やったらどうだっていうのが僕そこ入ったんですよ。で僕初めてそこに練習参加行った時にその監督さんに言われたのが、中学校3年間のうち僕その時右打ちだったんですよね。中学校3年間のうちのどっかで左打ちに変えるから、それでもいいんだったら一緒に野球やろうって言われたんですよ。だからやります、大丈夫ですよって言ってやったら、本当中学校3年生のある日、僕右でも結構打ってたんですよ正直、ショートで出てて。だから中学校3年生になったある日に練習行ったら、おい、タカ、僕タカって言うんですけど、下のタカヒロで、タカ、お前今日から左なって言われて、はい分かりましたって言って、僕そっから一回右打席立ったことないんですよ。そんな急なんですか。そのまず発言も、僕初めて会って初めて僕のプレーを見た時に、あの中学校3年生の時にどっかで左に変えるからねって言われたこともそうだし、でまあ、今僕の野球観というかいろんな、元になって基礎になってるっていうのはやっぱこの方のやっぱ教えというか、まあ、優しかったですよね。当時暴力全盛期というか、まあ、僕らの時ってその体罰とかって当たり前にあって、今絶対ダメですよ、今絶対ダメですからね、僕らの時代って当たり前にあって、ただその方にはその方は本当誰も体罰とかっていうのは、まあ、体罰って言い方は良くないですね。だからそういうこともやったの見たこともないしっていうぐらい、やっぱりこう、まあ、厳しかったですよ、厳しかったですけど、やっぱり考え方とか、すごく、教えていただきましたよね。で、まあ、僕、まあ、プロ野球引退した時も、まあ、挨拶にもちろん行ったんですけど、その時もやっぱりいろんなことを話していただいて、まあ、今僕スポーツメンタルコーチとして活動してるって、まあ、最初に言ったんですけど、やっぱその時も、まあ、僕が勉強したいっていう話をしたら、やっぱりそう背中を押してくださった方、だし、本当に僕は一番影響を受けたというか、まあ、感謝するべき人かなと思いますよね、ファンの方の次に。ちなみにその中学校のジャイアンツ球場で打ったホームランはどっちで打ったんですか。左。左なんだ。そうなんだ。そこから右打席一回も立ってない、中学校の監督さんかな、さっきのそのファンの方のって言ってたなったんですけど、やっぱ人がたくさんいるところで野球とかするとちょっと違くないですか、プレーのなんか、なんですか、自分の力以上が出るとか、こうやってやっぱりこうありますよね、緊張感だと思うんですよね。あの今無観客でやってますし、今オリンピック、パラリンピックも無観客でっていう方向で話があるとかっていうのもありますけど、やっぱりアスリートとしてパフォーマンスを発揮するためにはやっぱりいい緊張感、緊張が高すぎると良くもないし、緊張感が低すぎても良くないで、あのパフォーマンスが一番発揮できる緊張感っていうのはやっぱりあるんですけど、その緊張感を保つため、一番いいパフォーマンスを発揮する緊張感を得るためにはやっぱりお客さんに見られてたり応援していただくっていうことがすごく大切だと思うんですね。大切なんですよね。お客さん、ファンの方の支え、力っていうのは本当に大きいと思いますね。じゃあ高いパフォーマンスを発揮しようと思ったら、ちょっとこう見られてる意識みたいなのがあった方がいいんですか。人にもよると思うんですよ。緊張しいの人って見られてると思うと一気に緊張しすぎて、もうそういった人は見られてないような対策をした方がいいと思うし、逆に緊張なかなかテンション上がってこない人っていうのはもう見られて、俺の私のこと見てよって言った方がいいパフォーマンス発揮する可能性もやっぱありますよね。女子野球ってどれぐらい人入るんですか。ほとんど入んないですね。1000人とか。いや1000人も入んないです。女子プロの時どんぐらいでした。平均1000人いかないぐらいとかですかね。700、800ぐらいとかそんぐらいでですね。はい。ですね、700人とか800人。が来てくださるっていうのはすごくありがたいですよね。埋めよう、5万人にしよう。
剛のチャンネル登録者数の5分の1の方を誘ってもらえればそうですね、女子野球連れて行きますか全員、うん、強チューブの強チューブの視聴者さん。いやでも僕もその YouTube というものを やらせてもらって、うん、まあまだ5万人6万人か、うん、今ぐらい、まあ、ファンがいて、ちょっとこう僕の YouTube を使って僕のチャンネルで女子野球というものを紹介して、うん、ちょっとこうちょっとでも力になれたらなと思いますんで。 ありがとうございます、はい、もう女子野球はこう知ってまずは知ってほしいっていうのが一番なので、はい、やっぱりこう野球やってるって言ってもソフトじゃなくてとか、うん、ボール何使ってるのとか、うん、やっぱまだまだこう女子野球を知らないっていう方がすごい多いんで、うん、まずはもう知ってほしいっていうのが一番ありますね。まずは認知してもらうってことから広まっていかないとっていうところですよね。はい、そうですね。どん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 ちょっと強チューブの方で女子野球ってやってほしいですよね。ぜひぜひ。いやもうヒカキンクラスのねYouTuberではないですけど、たった6万人ぐらいの人数なんですけど。何金レベル？何金でもない。もしできるのであれば、うん、はい、お力になりたいなと思います。素晴らしい。ありがとうございます。はい、お願いします。そうですね、女子プロ野球選手がというか女性で野球を始める人がどんどん増えてほしいですね、うん、まあ、男もそうですけど野球の人口まあちょっと減ってるっていうところ、うん、問題もあるんで、その野球人口のこう減少に女子野球がこうもうちょっとこうなんだろう、女子野球が増えることでその女子野球選手だった人たちがこうお母さんになっていって、うん、で子供たちに野球をやらせるのってやっぱお母さんの影響ってすごい大きいと思うんですよ、うん、やっぱこう送りに行ったりとか、まあ、お茶当番あるとこはあるし、うん、そういうのをやるのってやっぱり母親が基本になってくるんで、うん、その母親の理解があると野球を続けさせられるっていうので女子野球選手が増えると野球人口も増えていくんじゃないかなっていうのがあるので。いや本当そうですよね、うん、まあ、男性が圧倒的に多いわけですから、うん、女性がね、まあ、同じまではいかないとしても増えてくるとね、野球人口ってもうさらに増えるし、やっぱ野球がさらに盛り上がると思いますね。せめて1万人ぐらいはね、お客さんが入るぐらいの規模にはしたいですね、うん、今全国大会とかあってもあれなんですよ、結構みんなアマチュアでその働いてやってたりとかするんで、勝ち上がれば勝ち上がるほど、うん、そのみんな帰っていくんで、実際の決勝戦がそういうこと人少なかったりとかになっちゃう。一番大事なのに。そうなんですよ、日程的にってところですよね。日程的に、はい、野球だけで、生活できるところまでは行ってないというのが現状なんですよね、はい、今上さんお願いしますよ、何とか。何がやねん1人1000万ずつぐらいこう給料渡せれるように。女子野球もね、こう、いや僕もね、女子でそういう野球をやってる人を何人か見たことあるんですけど、やっぱもうね、この聞くっていうか探求心っていうんですかね、がやっぱね、僕らよりもすごい、なんかこう吸収しようっていう感じがもうすごい感じられるから、やっぱ上手くなるスピードとかもやっぱ男性とちょっと違うのかなって思いますね。なんかすごく研究しようっていう気持ちがすごい見られるから、やっぱ言っても同じプロ野球なわけじゃないですか、男性と女性って言っても。だから、まあ、NPB とこう交わってもいいのかなって僕は思うんですけどね。野球教室をやるとか、僕らみたいに OB の人でもいいですし、なんかもっと交流あってもいいのかなと思いますし、例えば試合をするとかね、っていうのもあってもいいのかなって僕は思いますね。いろいろ交流をね、はい、うん、交流をちょっと面白い、皆さんに楽しんでいただけるような、まあ、企画イベントだったり交流をこれからどん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 増やしていけたらいいなっていうことよね、はい、はい、そういうことです、うん、ぜひやりたいです、はい、やりたいですよね、はい、あと野球教室もし一緒にやるってなったら、そのちゃっかりこう聞いて、いろいろ知りたいなって女の子だけの野球教室やってもいいかもね、言ったら実際にやってるんですよ、はいはい、あ、やってるんですね、はいはい、どっかの県とか地域行って、うん、女の子だけやりますって集めると意外といるんですよ。あ、そうなんですね、はい、男の子の中に混じってやってる子たちがこうみんな集まってくるんで、うん、結構やっぱいるっちゃいるんですよね、うん、まあそうですよね、どこの野球教室行っても必ず1人か2人は女性、うん、女の子いますもんね、やめてほしいですね、うん、まあ、ここまでね、いろいろと本当にみんなで楽しくいろんな話をしてきましたけど、まあ、ここでちょっとお知らせといいますか、
一点よろしいでしょうか。はい、実は今回、僕と剛、上田剛が着てるこのプロ野球 OB クラブの T シャツを皆様にプレゼントしたいと思います。でこれ500枚で、あ、2枚、今回2枚今回はあの僕と剛が着てる、はい、T シャツを2枚ということですね、プレゼントをしたいと思います。あとまたですね、あの今後もこのプロ野球、OB クラブですね、 OB クラブのチャンネルでさまざまな本当にあの情報発信していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆様、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。